港南女子大学は、兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目2番23号に、本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は、南女、または、港南女子。港南女子大学1911年神戸市の、在海人が、子女のために創設した、港南幼稚園、港南小学校が始まりである。 現在も男子は、高南中学に、女子は、高南女子中学に入学する。2021年は、開学100周年記念として、高南大学、高南女子大学、両附属校関係校ともに100周年記念として、様々な記念イベントを行っている。高南女子大学は、財団法人高南学園の理事であった、あたかや基地をはじめとする関西財界人によって、 設立された旧西高南高等女学校を前身とする。戦後に短期大学を開学した後、1964年に開学した。校訓は1924年の高等女学校時代に定められた。清く正しく優しく強くである。兵庫県神戸市東灘区森北町、学部研究科付属機関データは、大学基本情報から引用。 なお、上記の表のうち、専人教員には学長を含まない。学生自治会は、清水会と呼ばれ、学生の代表として活動している。また、多くの運動部、文化部、サークルがある。大学祭は、海の見える、丘祭りと呼ばれ、毎年10月の第4土曜日、日曜日に開催される。JR 湖南山手駅からの遠望管理旨。 1>, 1から1号館と第1から第4までの学生会館、体育館、図書館、あわら行動がある。開学当初の校舎群は村の東後の設計によるもので、現在は管理棟、第1学生会館、図書館、あわら行動が残る。あわら行動正門から坂を上がって右手に位置するあわら行動は学園創立70周年を記念して建てられたもので、ある。 村野東吾が、江南女子大学で最後に手掛けた建築であり、第6回神戸市建築文化賞を受賞した。半地下式の銅板武器屋根を持ち、1784席の客席とパイプオルガンを有する。名前は、第5代理事長であった、足原義重にちなむ。ありがとうございます。